ショートプログラムがバイオリンと管弦楽のための幻想曲で、フリースケーティングが、ベートーベンの第9交響曲です。2つとも有名な曲なので、自分らしくこれを演じていけたらなと思います。どういう経緯で選んだ曲は？昔からやりたかった音楽の一つで、去年までの僕だったらそれをできる自信がなかったし、でも今年だったらできるんじゃないかなっていう、なんかそういう思いになったので。オリンピックシーズンですごく自信がついた。そうですね。あと自分の表現領域というものが、徐々に確立されてきているので、その中でできるんじゃないかなと思います。自分の理想とするものを全て詰め込んでしまったというか、後からうわすごいの作っちゃったなみたいな感じで、いいものができたなっていうのも反面、いや体力とかもうちょっと考慮しとけばよかったみたいな。町田選手にとって羽生選手ってどんな存在ですか？常に自分の限界っていうか、フィギュアスケートの限界を広げようとしてるのかなって僕は思うんですけど、そこにすごく尊敬の念が僕はあるし、僕もやらなきゃみたいな感じで、お互いその繊維むき出しじゃないですけどぶっ潰すぞって言われましたからねだけど本当に実際仲いいですし、本当にお互いが自分たちを本当に高めてくれる存在だなっていうふうに思い合ってると思うので、ブックライで、あ、やばいと思ったんだけど、もう言っちゃうと思ってでも勝ちたいっていうものがあって、そういう言葉が出たのは事実だし、今シーズンもやっぱり彼に隙があらば狙うし、彼を圧倒できるように、僕はだから4回転なんか種類増えますとか、今の僕にはもうそういう進化をする力が残ってないので、違うところで、あ、すごいハードル自分に課したんだな、でそれを超えたんだなって思ってもらえるようにやっていきたいっていう思いがあって。そんな町田は今シーズンのテーマとしてこんな言葉を掲げた。極北、自分の中で大切に歩んでいきたいなと思った言葉です。演技を見ていただいたら、なんか分かっていただけるんじゃないかなと思います。